こうして二人で話をしたかったんだよね。なんかあの頃を思い出すでしょ。ホローエリアのことだよな。うん、なんだか懐かしいよね。あの頃は誰かと二人っきりで過ごすなんて考えもしなかったからな。寝る時も毎日一人で寂しかったし、とっても怖かった。よく耐えたよ、フィリアは。ううん、私一人だったらきっとダメになっていたと思う。最後まで耐えて生き残れたのは助けてくれた人がいたからだよ、キリト。俺か？うん、出会ってからも私は相変わらずホローエリアで一人っきりだったけどさ、明日になればまた会えるかもって考えたら一人で寝るのも怖くなくなったもん。そんな風に思ってくれていたんだな。アフィリアが無事に出られてよかったよ。おかげで今では気兼ねなくこうして会うことができるもんね。ああ、何も心配いらない。フィリアのそばに俺はいつもいるよ。ありがとう。その言葉を聞くとすごく安心できるよ。本当に幸せ。これからもこうして二人の時間を作れたらいいな。